はい、皆さんこんばんは。今日はね、まあ大して面白い内容ではないと思うんですけど、まあ私が普段使っておるですね、エアブラシのまあ掃除ですね、掃除っていうのをねしないといけないんですけども、ですね、まあご存知のように、まあこういう道具っていうのはね、やっぱり使い込んでいくと汚れがね、塗料のカスとか汚れがですね、だん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 こう堆積していってね、まあいずれ掃除しないといけない時期が来るわけなんですけども、普段ですね、まあ使ってるのがまあこの2本なんですね。で、一つは、まあ、PS の267っていうね、クレオスの日本製のエアブラシなんですけども、これはね、ニードルがね 0.2 で、かなりまあぶっちゃけ取り扱いがかなりシビアなんですよ。っていうのはニードルがね、やっぱね細いので、あんまり頻繁に掃除するとニードルがね、先が曲がっちゃったりね、不用意にぶつけたりとかしてね、ニードルがいっちゃうというか傷んじゃう可能性が非常に高いので、実はね、まあコンマニってね、コンマニこっちの方はねに関しては、あんまりね、実は分解したくないんですよ。で、もう本当にね、完全に、まあ、綺麗に、本当にこう綺麗にしたいなっていう時は、僕はもうメーカーサポートに送っちゃうんで、まあこっちはね、まあまああまりやらないんですね。最低限の掃除だけして、まあ分解までして中の洗浄するってことはないですね、こっちはね。で、まあどちらかというと、まあ掃除する頻度が高いっていうと、やっぱコンマさんですね。コンマさんはまあ分解してね、洗浄することが多いです。で、まあエアブラシの分解って言ってもね、そんなに複雑なまあ道具ではないので、まあ、一回ばらし方を覚えちゃえば誰でもばらせるんですけど、まあ取り扱い一番気をつけなきゃいけないのはやっぱりニードルですね。この先をできるだけ接触させないってことですね。ここをねぶつけて、まあちょっとやりますけど、で、まあ通常洗浄するといってもですね、まあ自分でやめるにはやっぱ限界があるんですよね。まあシンナーをねつけてつけ置きっていうのもいいんですけど、まああれやると1時間ぐらいほっとかないといけないんで、まあ動画にするには少しまあちょっと動画の尺があるもんでね、これ20分以上撮れないもんで、今の SD カードだと、まあブラシのこういう見えるかな、こういうの売ってるんで、まあ、これちょっとねツールジンナーつけて、で、まあ、このなんていうか知んないですけど、エアブラシのね中にまあブラシを通して、まあ 4、5回、まあ、かなりこれね汚れたの出てきますよね、これ。
やたら汚いんですけど、これね、ここまで出るってことはね。まあ、ここまで汚いとやっぱり一回まあメーカー送った方がいいんですけどね。3000円ぐらいで確かオーバーフロー、何ですか、オーバーなんとかってやってくれるんで、まあ、かなり汚いの出るんですよ。まあ何回か、まあこいつはね、結構ね、長いこと掃除してなかったんで、相当汚いですね。で、まあ、あとこういうね、使い古しの筆があるんで、できるだけ綿棒を使わない方がいいんじゃないかなっていうかね。綿棒は毛くずがね、結構中入っちゃったりするんで、できるだけ綿棒は使わず、こういうね、ちょっと硬めの筆とかで完全には取れないんですけど、芯なんか結構汚いんだよね。まあ必要最低限のね、掃除なんで、まあ本当にピカピカにしたければメーカー送っちゃえっていう、そういう判断なんですけどね。まあやらないとかといってね、やらないとやらないでエアブラシが不調になるんで、であときれいにしたいのはやっぱニードルですね。ニードルも、ここのね、ちょうど尖ってるところに、まあできるだけ触らないようにというか当てないように、まあ避けるってことですね。ここはひん曲げちゃうと、まあ顕微鏡を使ってでもやら顕微鏡を使ってもね、まあまっすぐにならないですよ。前やったけどね、どうにもならんですね。交換ですからね。だからここだけはね、できるだけ触らないというかね、触れないようにして、取り扱うようにします。で、あとまあね、こういう裏側のところなんかはね、まあ綿棒でもいいんですけどね、まあこのルートになってるところにできるだけ毛くずが入らないようにすればいいので、まあこんなもんかな。で、どうだったっけ。最初にこの、まあここもね、グリスがあるんで、まあ、グリス塗って可動を良くするっていうメンテ法もあるんですけど、まあ、基本的には常時ね、シンナーに触れてるというか、シンナーに要はいずれまあ取れちゃうというか、あんまやっても意味がないんですよね。結局汚れになっちゃうだけなんでね。こういうのも面倒くさいっちゃ面倒くさい作業なんですけど、まあ慣れてしまえば大したことはないですよね。あんまりきっつくね、締めない方がいいです。まあキュッとね、ちょっと硬くなってくるぐらいでやめといた方がいいですよね。で、
ここね、まあ、一番気を使うところなんですけど、この針とこの中接触するときにできるだけ当たらないようにですね、差し込むっていうことが大事ですね。でここはね、ちゃんと十分針が出てるかどうか確認して、というかまあここでね、こうピッてやればここで止まるんで、ニードルのまあ停止位置というか正位置がここで決まるわけなんですけども、まあまあこの段階でちゃんと作動しないっていうのはもう大概洗浄が足りないか組み付け方がおかしいかどっちかなんで、まあわかると思うんですけどね。それからあと、まあ、このねクラウンっていうところ、まあ、クラウンって呼んでるみたいなんですけど、このクラウンも、ね、これ結構汚れがこうあるでしょ、結構汚いんですよ。なので、まあ、ここに少しでもね、いわゆる液だまり、まあ、塗料だまりができていると、最悪拭いた時になんていうかな、こう砂拭きみたいな状態になっちゃうのでね、でそこにさらにその塗料が溜まったところにさらにその塗料がかかるので、だん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 ここに塗料が溜まってきちゃうんですよ。でまあ最終的にはもう完全に粒子のね粗いね砂拭きみたいな塗料が吹き出てくるっていう、まあ、悪循環になってくるんですけど、まあ、よく起こりやすいというと、まあ、濃度の濃い塗料ですね、あとはサーフェイサーなんか吹いてると大体ここ溜まるんで、まあ、こういうところはね吹いてる時に、まあ 適応を確認して、ここにサーフェイサーの塊みたいなのが溜まってくるんですよ。なんで常時ね、まあ、きれいにすると。でその時にやっぱ気をつけたいのが、ここはニードルがここ出てますのでね、この状態で綿棒刺しちゃうとニードルに当たってニードルの先に曲がっちゃうんで、まあ、できればね外して、まあ、クラウンを装備するというのはいいんですけども、まあ塗装中なんでね、ちょっとめんどくさいなっていう人もいると思うんですけど、そういう時はちょっとこのクラウンをね少しこうまあ外れかかるぐらいまで緩めといて、でニードルを交代させておけばニードルここ飛び出ないですよ。なんで、まあ、この状態でまあこの溜まってるカスみたいのを取るっていう方法が一番まあ手っ取り早いかなと思います。で最終的に、最後の部品をつけて、でエアーがね、エアーノズルが、エアーノズルじゃねえや、なんだ、エアホースか、エアホースをつけて、でまあ動くかどうかというか、まあ動くに決まってるんですけど、まあこの状態でまあうがいやってね、まあ仕上げてもいいと思うんですけど、まあそこまですることはあんまないですね、僕の場合は。まあうがいをやっておくと、まあ、ほとんどね汚れは逆流してこないんで、もうこれはいいと思いますよ。まあコンマにもですね、まあ構造的には同じなので途中まではできるんですけども、まあ、さっきも言ったようにこのニードルをねこれ抜いてしまって、でまた刺す時にねものすごい気使うんで、こいつの時はね、まあ、ほとんどうがいか、うがいをやりながら、さっき使ったなんだ、
まいをやりながら、ブラシですね。まあ綿棒はできるだけ使わないでおいて、まあ綿棒使ってもいいっちゃいいんですけど、この状態でまあ逆流ねすごいするんで、まあちょっとこう逆流させて中の液体、まあ、塗料をね溶かして汚れを、まあ、浮かせた状態で、まあ見える範囲だけですけどね、これやる分にはね、筆っていうか、なんかこれもともとそのなんか専用のね、ウェアブラシ洗浄用の筆みたいなんですけども、毛先がねこんなボソボソになってね、あんまり使う、あんまり効果ないような気がするんだけど、で、あとはもう、拭いて、まあ、掃除完了っていうぐらいかな。あまりこっちはね、掃除しないです。うん、もう本当に汚れどうしようもなくなってきたなと思ったら、もう、メーカー送っちゃうんで。っていう感じですね。はい。まあ、こんだけくっちゃべってもあと3分しかないっていうね、まあ、まだ20分というのはあっという間なんですけども、まあまあ、もし暇があったらたまにはエアブラシをきれいにしてみてください。じゃあ